こんにちは、柴田です。今回はフェルナンデスの FR プロトタイプをレビューいたします。この FR といえばフェルナンデスの顔といっても過言ではないギターです。カタログ見ていると86年にですね、初めて掲載されているようで、それから2000年代の初頭までですね、フェルナンデス一押しとして長らくリリースされ続けていたこの FR なんですけれども、徐々にですね、このスーパーストラト系が淘汰されていくにつれて、FR もですね、影をこう潜めていったわけなんですよ。そんな FR なんですけれども、これはですね、プロトタイプで、結果的にレギュラー発売されなかったタイプなんですけれども、実はですね、これが作られた2011年とか12年、すでにフェルナンデスはですね、SDGs を考えていたのか、新しいボディ材を使ったギターの製造にすでに乗り出していたんです。それはこれなんですけれども、木目いかがでしょう。どうですか。非常に鮮やか。裏もですね、綺麗なんですよね。ボディに何の材を使われているかというと、これはですね、圧縮材なんですよ。公表されていないので何が使われているのかは分かんないんですけれども、圧縮材、ゴリゴリに圧縮されているのか、めちゃめちゃ重いです。なんと重量 4.36 キロというですね、レスポールよりも下手すりゃ重いです。現在ね、圧縮材っていうのは結構メジャーな部類になってきてるかと思うんですけれども、当時はですね、まだそんなになかったと思うんですよね。なので探り探りで作っていたのか、こうギュッと圧縮したらめちゃめちゃ重くなりましたみたいな感じだと思います。残念ながらこちらのギターはレギュラーリリースされることなく消えていったものなんですけれども、いろんな試みをしているというフェルナンデスはですね、やはりかっこいい。ネックはね、通常の FR を継承していて若干薄めで、 R も緩めのフラットな感じになっております。これプロトタイプなんでね、ネックもいい場所使ってます。これね、まだ音は鳴らしていなくて、チューニングだけね、今やったんですけれども、こちらブリッジはですね、フロイドローズ風なフェルナンデスのオリジナルのブリッジがついております。こちらね、結構驚きました。かなりハイスペックになってます。今までね、この辺がね、回しづらかったり、硬かったりとか、若干ね、ギコギコした感じがあったんですけれども、めちゃめちゃスムーズになっております。これがね、上位機種のものなのでそういったものが使われているのかもしれないですけれども、やはり80年代90年代からすると技術力は相当上がっているんだなと。でピックアップはオリジナルの SH で、ネックはメイプルで、針のメイプルですね、つば出しの24フレットになっております。ペグはですね、ブランド名書いていないんですけれど、全然スムーズでいい感じでした。ではでは音を鳴らしていきたいと思います。ところどころね、高級感があるんですよね。ではブリッジ側から鳴らしていきます。クリアな感じですね。フロント。あ、弱いな。結構出力差がありますね。センター。ハムの方が強い。ボリューム差はね、これはこれでね、いい方に捉えて武器として使っていくのもいいかなと。でマーシャルのモデリングでリアからいきます。ドンシャリ系ですね。でフロント
力が弱い分ね、歪みが弱くなるんで、まあ、こういった感じでリアとフロントを歪みとクリーンみたいな感じで使い分けるのもいいかもですね。ちょっとドライブとディレイを、本当素晴らしいです。でピッキングハーモニクスもですね、キンキンなんですよ。こういうのがね、好きな人にはもってこいのギターでしょうね。材もね、しっかり詰まっているので硬めではあるんですけれども、ドライな感じのね、ギターサウンドを求めてる人にはめちゃめちゃいいんじゃないですかね。ハイフレットまで非常に弾きやすいですし、何より各パーツのスペックが非常に素晴らしい。それはね、プロトタイプならではかもしれないです。フェルナンデスファンの僕からしたら、この FR がですね、また違う形でこの2020年代に復活してくれたら嬉しいなと。これからもフェルナンデスは応援していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。柴戸でした。